皆さん、こんにちは。ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日は誹謗中傷への対処法、いじめ加害者とほぼ同じ、加害者治療へも言及ということについて話したいと思います。先日こういうようなツイートをしました。誹謗中傷する人は相手への憎しみや嫉妬があります。で、これらの感情の真相は相手への執着であり、もっと深いところでは相手への愛着があるのです。何も攻撃したくてやっているわけではないのですが、攻撃する本人がそのことに気づけば攻撃は止まります。これは加害者治療の原則です。いじめも同じです、というようなツイートをしました。最近ですね、プロレスラーの木村花さんが SNS で誹謗中傷を受けて自殺したという痛ましい事件がありました。今まで問題視されていたその誹謗中傷ということについての議論がいろいろ表面化してきていると思います。それを受けて臨床心理的にはどういうふうに考えて、どういうふうに対処していったらいいのかということを、臨床心理士という専門家の立場から今日はちょっと話してみたいと思います。前半では誹謗中傷への対処法ということを話します。で、後半ではその誹謗中傷する加害者へのその治療法は一体どういうものがあるのかということについて話します。早速なんですけれども、誹謗中傷への対処法、このまず第1番目としてはですね、法的な制裁をするということが考えられますね。誹謗中傷を受けている本人にとっては相手へ何らかの制裁を加えるというのは怖いんだけれども、物事に対して積極的に動いているということで、その心の傷のケアには有効だと思います。これはPTSD の対応と全く一緒ですね。相手とかその物事に対していかに積極的に動けるようになるのかということが、その PTSD の治療の一番大きな目標ですから、このね、積極的に動くというのは、大事ですね。で、その参考になる記事のリンクも貼っておきますので、ちょっとご覧になってください。トラウマを負ったという過去の事実の中から、どのようにして日々の生活を立て直していくか、そういう積極性が出てくれば、その心の傷というのも癒えるというような話です。で、これについては誹謗中傷を受けた人も同じことが言えると思います。ですから制裁を加える、この積極的な行動ですね、これはいいことだと思います。怒りでその現実の相手と戦って撃破するということですので、これ効果はあるんじゃないでしょうか。その法律という戦場での喧嘩なわけで、そう考えればシンプルかなと思います。で、その誹謗中傷をね、受けると、まず最初、恐怖がね、起動するんですね。表面化しなくても心の底の方では恐怖が起動します。で、この恐怖に対抗するには怒りというものを起動させていく必要があるわけですね。つまりエイリアンがやってきた、それに打ち勝つためには彼らと戦わなければいけない、ハリウッド映画にあるストーリーですね。スター・ウォーズも一緒だと思うんですが、そのためには十分な怒りが必要なんだということです。でも、そんなね、訴訟なんてできるんだろうかなって思われる方は、大部分の方はそう思うかなと思います。で、そういう世の中を変えていくということも必要なことなんですけれども、それには
まあ十何年ぐらいという時間もかかるんだと思います。そうするとそれ待ってる間に誹謗中傷というトラウマはこうだんだん大きくなりますから、その PTSD にやられてしまう可能性というのも高いですね。そのためには何をすればいいのか、それは次の話で、誹謗中傷に対抗する制裁しない方法ということです。こちらの方法が大体皆さんが取られる方法だと思います。誹謗中傷への対策は訴訟以外にもあるということですね。そのヒントというのは、3つあります。社会の中で行動するということ、2番目が社会の中で生きているという実感を持つこと、3番目自己効力感をアップさせるということ、この3つですね。でこれはカウンセラーが自信をなくした時の解決法というところに書いてございます。それを参考にしてみてください。で順を追って見ていくと、社会の中で生きている感覚というのは、その誹謗中傷を受けた人というのは心にそのトラウマを背負って生きているんですね。でそういうような人がそのトラウマを乗り越えるにはどうすればいいのかというと、2つあって、社会の中で生きている感覚、2つはその社会の他の人と交わって生きているという感覚、この感覚が必要なんですね。ですからこう積極的に社会化していくこと、その地域のメンバーとして生きているという感覚を得ていくこと、これが大事だということです。一人ではないという感覚ですね。孤立化しないということなんですけれども、その孤立化しないというのがこう生きる活力にこうなっていきます。でそのためには、そういう人をね温かく受け入れる社会というものも必要なんです。これは皆さんのやることです。その誹謗中傷を受けた人以外がやることの話、そういう社会を作っていく、そういう人をそういう責任があるということですね。ネットで言えば、ネットは仮想空間ですが、そういう誹謗中傷を受けた人を温かく受け入れる空間を作っていくこと、そういう文化ですね、そういうものを作っていくということは、その SNS ね、暮らしている人々の何かその誹謗中傷を受けた人の力になれるんだということですね。そういうことをこう自覚していくこと、周りの人がね、ということだと思います。で自己効力感という話が出てきました。自己効力感をアップさせる、3番目の話ですね。この自己効力感ということについて少し話しておきますと、これは、参照関連記事でも説明しますけれども、自己効力感とこう似ている言葉があって、肯定感というのがございます。自己肯定感というのは今の自分に満足している感覚、満足している感覚、これ自己肯定感ね。自分に満足している自己肯定感、自己効力感というのは、そのね自己肯定感をベースにして、自分はできるという感覚、自分はそれをできるという感覚、自己効力感は自分はできる感覚ですね。でこの自己効力感というのはバンデューラという有名な認知心理学者が提唱した概念で、セルフエフィカシーというふうに英語では言われています。できる感覚、自己肯定感というよりね、もっとこう積極的な感覚ですね。で繰り返しになりますが、自己効力感というのは自己肯定感をベースにしてこう出来上がっていくことになります。自己肯定感については2つ関連記事、3つぐらい関連記事がありますけれども、1つは自己効力感を高める最終兵器ラスボスはこれ、自分編
これですね。2つ目は自己肯定感を高める最終兵器、ラスボスはこれ、親友達編2つ目、まあ、これリンク貼っておきますのでちょっとご覧になってみてください。で次にですね、最後の話なんですけれども、誹謗中傷をする人の心理と加害者治療ということについて話したいと思います。これは臨床心理士の人は相談業務の中でよく接するかもしれないので、まあ、ご自身の体験を振り返りながら聞いていただければと思います。何かの参考にしてもらいたいと思います。でこの誹謗中傷する人の多くというのはまずね、憎しみとか嫉妬の感情があるわけです。でこれというのはその誹謗中傷する相手ですね、その相手にね執着しているから出てくる感情なんですね。で別にねその相手どうでもよければ、まあ、そういう感情何にも出てこないです。この執着しているんですね。でこのね執着しているというもののベースがあって、それは相手への愛着なんですね。愛着なんですよ。なんかね真反対180度になっちゃうんですけど、根底には愛着があるんですね。でこうどういう順番でこう攻撃になってくるかというと、最初愛着、まあ好意があるわけです。それから、次にね執着するわけですね。で執着して次に嫉妬になるんです。で嫉妬の上がこう憎しみが来て、それでこれで攻撃していくみたいなね。最初はね出発点ね愛着なんです、好意なんです。で執着点ね攻撃なんですよ。まあこれはDV の行動とねよく似ていると思います。最初は相手への好意から出発してるんですね。アンチ、誰それと言われる人も最初はね好意なんですね。だから好意があるからアンチにもなるということは、アンチっていうのは好意にまた戻る可能性はあるんですね。好意も何もない人はアンチにはならないんです。でその好意からこうべったりこう執着するわけです、相手に。でそのね相手の言動にね興味津々になってるわけですね。今日何言ったかな、明日何言うかな、興味津々なわけです。でもその過程の中でね、この執着する中で相手がこう自分にね同化してほしいというふうにこう思うようになるわけですね。で自分はこう思うのに相手はなぜそう思ってくれないのかみたいなこう妄想も出てきて、相手はすごいのになんで自分ダメなのか、まあ、そういう妄想も出てきて、まあ、ここが嫉妬のスタートですね。でこの嫉妬がこう積もり積もるとこう憎しみに変化していきます。これはね嫉妬から憎しみは時間がかかりません。短期でいきます。でここのね嫉妬を抱いて憎しみに行くあたりでこう葛藤する人がいるんですね。なんで俺こんなこと思うのかなって。このね葛藤する人というのはこの攻撃行動に入りません。攻撃行動には移行していきません。要は自分で激しく悩みつつ、その問題をこう自分の中に収めていくだけの成熟度は持っています。だから見ていれば収まっていきます。だからこうねこう誹謗中傷される人はしんどいかもしれないけど、あ嫉妬してるなと思ったら、まあとりあえずね見ている、そこではまだ攻撃しないことがいいと思います。おそらく裁判になったとしても嫉妬の段階では有罪になりません。攻撃が出てくるまでは有罪にはなりません。で攻撃も多分 おそらく程度があるんでしょうね。かなり激しい感じにならないと有罪にはならないから、裁判をしても負けてしまうとまた自己効力感がダウンしちゃうから自分はできなかったみたいなね、逆効果に
なるから、まあ、弁護士と相談しながらその訴訟するかどうかは決められるといいかと思います。で、このね、憎しみが増大すると、まあ、最終的には攻撃に移っていきます。まあ、こういうことで自分が好きだったのになんで攻撃するのかというのは、こういう心理の変遷があるからなんですね。で、臨床心理士の人は相談業務でそういう相談を受けたときに、相手の気持ちがどの辺にあるのかというのをよく見極める必要があると思います。それが加害者を治療するということです。要は愛着、執着、嫉妬、憎しみ、攻撃、この感情の中で、相手はどの辺にいるのかということを心理師の人は見極めてあげる。で、まあフィードバック必要なら必要な時にフィードバックをしてあげる。ただこれはこの感情の流れが本人がね理解しないといけないんですよ。これ教えても理解できないですから、本人が自分で気づいていくことが大切です。で、本人が分かれば攻撃しなくなります。あ、自分でなんてバカなことしてたんだろうなと、つきものが落ちたように攻撃したいという気持ちがしぼんでしまいます。そこまで来ればこれ再犯になることはないです。再びアンチになることはないです。こういうふうに鎮静化するとその攻撃したいという気持ちが再燃することはない。で、この感情の流れというものはその加害者本人のね生育上の話がねいろいろ影響している可能性が高いので、まあ、そういう話を本人から聞きながら、ああそれは今回のこういうのに似てるんじゃないみたいなことで気づかせていってあげるというような方法を取られるといいと思います。本人の言葉を使いながらねフィードバックしてあげる、これが一番です。臨床心理士の言葉でフィードバックしないことですね。加害者本人の言葉を使って投げ返してあげる。それはね嫉妬なんだよねみたいなね、まだこう嫉妬で憎しみにはまだ言ってないよねとかね、相手の言葉を使って返してあげる。これが気づきということですね。で、まああとはですね、攻撃してしまうということについてはその心理的な話もあるんですけれども、気質的なこともあります。脳機能の問題のこともあります。まあ、例えば高次脳機能障害とか、まあ、統合失調症とか、発達障害とか、あとは双極性障害とか、パーソナリティ障害とかありますよね。で、まあ、そういう場合はソーシャルスキルトレーニングを使っていくと思います。本人の話聞いてあげてフィードバックするのも悪くないですけれども、それプラストレーニングもやった方がいいのではないかと思います。まあいずれにしてもね、加害者の治療というのは結構難しいんですね。なんでかというと、その加害者本人の感情を加害者本人が理解するっていうのはハードルかなり高いんですね。だから頭的に認知でいくら教えてしまっても再犯確率は高いんですね。だから認知行動療法がその再犯に効果あるんだということで、まあ、使われてたりもするんですけれども、そこは本当にそうかっていうのをその臨床心理士の方がこう体験しながら考えながらやってみてください。で、まとめとしては、誹謗中傷の対処については訴訟、法的な制裁ですね、怒りで恐怖を駆逐するという方法と、社会の中で活動し自己効力感をアップさせる、この2つがあります。特に社会の中でね、
生きているという感覚は孤立化を防ぐためにも重要なことですので、この自己効力感を高めるっていうのは、その誹謗中傷の対処だけではなくて、その後の生活にも役に立ってくることだと思います。で、後半は誹謗中傷する人の心理と加害者の治療について話しました。加害者は愛着、好意ですね、好意から執着に移って、嫉妬に移って、憎しみに移って、最終的に攻撃に移る、こういう流れで、好意が攻撃に到着します。こういう流れの感情を体験しているので、それを相手に気づかせてあげること、これが治療の、第一選択肢です。 DV 加害者とね、全く同じ治療です。今回は、誹謗中傷をする人の心理ということを解説しましたけれども、誹謗中傷を受けた側の人の心理については、いじめの記事を参考にしてください。いじめの被害者がだんだんと動けなくなっていくという過程について書いた記事がございます。いじめられている子に親や周囲ができる対応、将来の重症化を防ぐためという記事を書いていますので、そちらも参考にしてみてください。今日は誹謗中傷への対処と加害者治療ということについて話しました。ソレア心理カウンセリングセンターの高間でした。